シュラマル。こんにちは。直接話したことあるけど、 LINE するのは初めてですよね。なぜかなるみさんの LINE だけなかなか手に入らなくて、挨拶が遅くなってすみません。確か最近引っ越してきた松田さんだっけ。私変な人に好かれやすいからあんまり LINE 教えないようにしてるんだ。そうなんですね。なんか体質ってあるらしいですもんね。私もよく変な言いがかりつけられたりとか、絡まれやすい体質っていうんですかね。結構苦労してるんですよ。変な体質者同士仲良くしましょう。絡まれやすいっていうか、問題の火種になってるだけでしょ。引っ越してきてそんなに日数は経ってないけど、いろんな噂聞いてる。あっちこっちで問題行動を起こしまくってるらしいじゃん。なんで私の周りはそんなのばっか集まるのかな。誤解です。新参者が気に食わないんですよ。みんな大人になってもいじめをする人っているんですね。あー、いやだいやだ。私が知ってるママ友たちはそんなことする人たちじゃない。人の家にあるものを勝手に持って帰ったり、他のお子さんを泣かせたりしてるって聞いたけど。子供だからって甘やかしたらダメなんですよ。ちょっと注意したら勝手に転んで泣いちゃいました。家にあるものを勝手に持って帰るっていうのも、見るからに使ってなさそうだったからリサイクルショップに持って行こうと思って。私なりの優しさですよ。別に言い訳しなくていいよ。そんな人と仲良くするつもりはないし。私は仲良くしたいと思ったのに。なんて言ったってタワマンの最上階に住んでるんですよね。聞いた話だとシングルマザーですよね。旦那さんのすねをかじってるってわけでもなくて、どうやったらそんなにお金が貯まるんです。働く。以上。働いて結果を残して上に上がればおのずと給料も上がる。それ以外何かある。それはやっぱり女ですから、上司に色目を使うとか。なるみさんってスタイルもいいし、そっち方面が得意なのかなって。下品、汚い、発想が稚拙。何もそこまで言うことないじゃないですか。せっかく仲良くしてあげようと思ったのに。だから頼んでないって。私の周りには変な人ばっかり集まるし、あなたみたいなお金目当てのド級女とは仲良くしたくない。というか多分仲良くできないし。そんなの喋ってみないとわからないじゃないですか。とりあえずは友達になって、後々は親友に。仲良くできないってそれだけじゃなくて、まあ物理的にもいろいろあってね。なんですかそれ、意味わからないですって。とりあえず LINE もゲットできたし、これから仲良くしてください。今日は忙しいのでまた今度 LINE しますね。してくんな。それではまた。私の名前はなるみ。タワマンに住むシングルマザー。少し前に旦那とは離婚。旦那の不倫が原因だったため、慰謝料と養育費をもらっているので、お金には特に困っていません。困ったことといえば、私が変な人に絡まれやすい体質だということ。絡まれやすいっていうか、寄ってきちゃうんだよね。これは前からだったし、もう諦めてるんだけど、どうしてこんな変な人ばっかり寄ってくるのか。まあ今は、ボディーガードみたいな友達がいるから、最近は減ったんだけどね。松田さんめんどくさいから無視しようと思ったけど、こいつがまたやらかしてさ。朱鞠公園の北側の細道に停めてる車、松田さんのだよね。邪魔なんだけど。確かにそれは私の車ですけど、どうしてその道通ってるんですか。家とは逆方向ですよね。普通に用事があってこっちに来ただけ。こんなとこに止めたら車通れない。今すぐ動かして。私の車覚えてくれてるなんてツンデレですね。私に興味がないとか言いながらちゃんと見てくれてるんじゃないですか。あんたの車が悪趣味だから覚えてただけ。こんな派手なステッカー貼った車どこを探してもない。いいから早くのけろ。でも私だって用事があってそこに止めてるんですよ。だから今は動かすことができません。そこら辺駐車場もなくて、止める場所がなくて困ってるんですよ。何かいい場所知らないですか。ここら辺は駐車場ないから、駅前のパーキングに止めて歩くしかない。そんなのお金かかるじゃないですか。無駄金は使えません。ということで迂回してくださいね。この道バックで戻るには長すぎるんだよね。
後ろから車が来ないとも限らないし、早く動かして。だから無理ですって。私の話聞いてましたか？用事があってそこに車を止めてるから、動かすことはできません。残念でしたね。あ、でも私とお友達になってくれるっていうなら動かしてもいいですよ。はあ？友達になったらもちろん家には招待してくれますよね。それで高級なシャンパンとかワインとか飲んで高級料理を食べて、あ、友達なんだから外食するときはおごってくれたり。もういいわ。分かってくれましたか？警察に連絡した。は？警察？というかさっき連絡してもう警察いると思う。めんどくさいけどバックで道戻る羽目になった。遅刻したらいろいろ聞かれて面倒なのに。いや、そんなことより警察って？そりゃこんなとこに車を止めて邪魔なんだから警察に言うでしょ。普通、普通はそんなことしないですよね。普通はするだろ。万引きしてる人見つけたらお店の人に言わないの？ひったくり現場を見たら警察に言わない？それはもちろん言いますけど、それとこれとは話が一緒な。そんなところに止めてる松田さんが悪い。普通に邪魔だし、警察から連絡来てない？さっきからずっと電話が鳴ってます。これって罰金とか払う感じですか？でしょうね。まあ詳しいことはわからないから警察に聞けば。私そんなアホみたいなことしたことないからどうなるかは知らない。罰金っていくらぐらいするんだろう？これならパーキングに停めた方が安いじゃないですか。全部自業自得。私に当たるのはお門違い。っていうか、あんたのせいで待ち合わせ時間に遅れたし。はぁ、そっちだってずっと運転しながら携帯いじってるじゃないですか。警察に言いつけてやる。私今助手席にいるから。私あんまり運転得意じゃなくて、あの道をバックで戻るのちょっと怖かったから、会う予定だった友達に頼んだの。すぐに来てくれて代わりに運転してくれた。何があったかめちゃくちゃ聞かれたけどね。そんなのズルです。ズルとか意味わかんないし、私の LINE 返信する前にさっさと警察に折り返したら。それじゃ私忙しいから。あ、ちょっと待ちなさいよ。こんばんは松田さん。懲りずにまだあそこに車止めてるみたいですね。迷惑なのでやめてもらっていいですか？ゆりさん、こんばんは。車を止めてるって何のこと？この前なるみさんから注意を受けましたよね。それからも何度も止めてるって他のママ友からも聞いてるんです。どういうつもりなのかなと思って。邪魔になるでしょ？別に関係ないでしょ。ゆりさんは話がわかる人だと思ってたのに。だいたい私が無断駐車してることがそんなに広まってるなんて、なるみさんがペラペラと喋ったのね。まったくおしゃべりな人なんだから。ああ、お前がそんなとこに止めてるのがいけないんじゃないですか？それを棚にあげて親友のなるみさんを悪く言うとか、どの口が言ってやがんの？え？私には関係ないとか言ってますけど、その道なるみさんが私の家に遊びに来るときに使ってるんですよ。だから私にとっても問題大ありなんですよ。別にそれぐらい良くない？前世でどんな徳を積んだら私となるみさんが会う時間を奪えるようになるのかな？もしかしてマザーテレサの生まれ変わりですか？なんかゆりさん変じゃない？いつもはもっとなんかホワワンとした人でしょ？私嫌いなんですよ、大切な人との時間を奪われたり傷つけられること。それを今していること、自覚はありますか？何言ってんのよ。そこまで害ないだろうと思って放置してましたけど、なるみさんに迷惑かけるなら話が違ってきますよね。ちょっと話を聞きなさいよ。できるだけ LINE をバラさないようにしてるのに、誰がバラしたのか後で聞き込みをする必要があるの。あ、でも聞き込みをする前に成美さんに報告してからじゃないと。ちょっと話聞きなさいって。あー、すみません、すっかり忘れてました。それで車はまだそちらに止めますか？私は成美さんほど優しくないので、車を見つけたら後ろから突っ込んでしまうかもしれません。でもしょうがないですよね。無断駐車をして成美さんを困らせたんだから。そこは無断駐車をしてみんなに迷惑をかけてるとかじゃなくて、なるみさんを困らせたことがダメなの？当たり前じゃないですか。なるみさんを困らせるものは何人たりとも許しません。もしそんなことをする人がいたら、不倫の写真を家に送りつけたりしちゃうかもしれませんね。不倫の写真？
ああ、誰とは言わないんですけど、家の近くに無断駐車をして男と密会してるアホ女がいるみたいなんですよね。偶然写真撮っちゃって、この写真どうしようかなって悩んでたんですけど、使い道もないし誰かの家に送るのもありですね。ああ、なんか無断駐車なんかしたらダメだと思ってきたかも。なんか人としてダメだよね。やっぱりそういうのって良くないよね。うん、次からは絶対にしないように気をつけるね。そうしてくれるとありがたいです。なるみさんにも謝罪をして友達になってもらおうかな。は？え？お金目当てじゃないですよね。迷惑をかけるつもりじゃないですよね。親友の座を脅かそうとするわけじゃないですよね。めっそうもない。ならいいんですけど、謝罪は私の方から伝えておくので、わざわざ LINE をしなくても結構ですよ。わかった。それじゃあよろしくね。かしこまりました。ちょっとあれ、あんたの差し金、ね、バッグにヤバいやつつけてるなら先に言ってよ。警察より普通に怖かったし。ああ、もしかしてゆりさんと話したの？そうよ。何あれ、めちゃくちゃヤバくない？まああの子はあれで普通だから。あの子と友達になってから変な人は寄りつかなくなったし、仲良くなると意外といい子だよ。ヤンデレな部分を除いて。そこが問題、終わりって言ってるの。別に私が誰と仲良くしても関係なくない？だってあなたのせいで警察に捕まってお金まで払う羽目になったのに、仕返ししてやろうと思ったらあんな怖い女がいるし。はいはい、逆恨みおつ。私も暇じゃないからさ。ユリさんにおとなしくするように言ってよ。あの子が暴走しそうになった時は止めるけど、今は別に暴走してるわけでもないし、あの子に牽制されるようなことしたあんたが悪い。変なことしなければあの子から LINE が来ることもないし。でもさ。あー、めんどくさいな。そんなに LINE したいならユリさんとして。え、松田さん、謝罪の LINE を送らなくてもいいと言ったんですけど、なるみさんが言うから、せっかく優しく丁寧に話してあげてるのに、何の話をしてるの？私のなるみさんと。ねえ、ねえ、ねえ！私を抜いて二人で何してるの？やっぱり親友の座を奪おうとしてるの？すみませんでした！今すぐ寝ます！ LINE もしません！邪魔をする気もないので安心してください！失礼しました！それから松田さんは恐ろしいほどおとなしくなりました。多分裏でゆりさんが釘を刺しているんでしょうね。そんなことを思っていたら、彼女は不倫が旦那さんにバレて大喧嘩。一応お子さんのために離婚はしないことになったそうですが、パートで働き詰めの毎日、まさか引っ越してきてすぐに不倫をしていたなんて、本当にろくでもないやつだな。あれから私と話すときはビクビクとして周りを見渡しています。ゆりさんが来るとヘラッと作り笑いをしたかと思うと、次の瞬間にはいなくなっています。あんなに逃げ足が早いならオリンピックを目指せばいいのにと思うほどです。後ろにゆりさんがいるとき限定ですけど。あ、そろそろゆりさんとお茶の時間なので失礼しますね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。